H-2 シリーズ HIIB ロケットは日本の宇宙航空研究開発機構と三菱重工業が共同開発し三菱重工が製造及び打ち上げを行った宇宙ステーション補給機打ち上げ用液体燃料ロケットで使い捨て型のローンチビークル。日本の衛星打ち上げの自立性を担うロケットとして機関ロケットに位置付けられる。H E やロケットの設備と技術を使い、H e や以上の能力を持つロケットとして、日本で初めて官民が対等な関係で開発したロケットで、第1弾エンジンを2機束ねた、日本初のクラスターロケットでもある。2009年9月から2020年5月までに、全球機の打ち上げを成功させて、運用を終了した。日本は1994年の予備設計。 1995年の概念設計を経て、1997年から国際宇宙ステーションへの物資補給を行う宇宙ステーション補給機の開発を進めてきた。HTV の質量は当初15トンと設定され、H、E やロケット標準型では打ち上げることができないため、1996年から打ち上げ能力がレオに17トン、GTO に7.5トンの H。 e a ロケット増強型の開発が進められていた。HEA 増強型は、HEA 標準型とほぼ同じ第1弾に LE-7A を2機装備した液体ロケットブースターを1機、追加する計画であったが、1999年の H2 ロケット8号機の失敗を受けて、HEA の開発は標準型を最優先に、するため、一部の構造系お及び電気系の開発を、 完了した時点で開発が凍結された。増強型の見直しは2002年から行われ、HTV の質量が当初の15トンから16.5トンへと予定よりも若干増加していること、世界の輸送系の費用が低下してきていることを踏まえて、増強型の以下のような要因を改善する検討が官民共同で実施された。この結果、2003年8月に、 宇宙開発委員会において、従来の計画の代替として、エイジーや標準型の要素を流用しつつも、以下のような新設計の第一弾を採用する新たな能力向上案、HE やロケット能力向上型が決定された。こうして、HE やロケット能力向上型は2003年に開発研究が開始され、2005年に HIIB ロケットとなり、 開発フェーズへと移行した。これと同時に、ロケット開発における新たな官民の関係が確認され、HIIB ロケットは日本で初めて宇宙機関と民間企業が対等な形で開発を進めるロケットとなった。予定打ち上げ能力は低軌道へ 19000kg、HTV 軌道へ 16500kg、静止トランスファー軌道へ、 最大8 0 0 0ラムとされた。また、第1弾機体を直径5メートル級に拡張するにあたって、5m 安、5.2m 安、5 4メートルア安の3案が候補に上がり比較検討した結果、5 2メートルア安が採用されている。その後、打ち上げ能力の要求値である HTV 道度16.5トンに対して余裕を持たせた16.7トンを、 目標値に開発が行われ、プロジェクト完了後の自己評価において、試験機の第二弾推進薬の消費率が、事前の予測通りであり、HTV 軌道16.5トンを0.45トン、上回る16.95トンの打ち上げ能力を持っていることが確認されている。HIIB ロケットでは、HEA、ER、ロケットと同じく、SRBA が用いられているため、 SRBA を4本使用した h e やロケット11号機の打ち上げをもって SRBA4 本分の推力を受ける HIIB ロケット本体の強度の設計妥当性の確認が行われた。従来のロケット開発では開発費全額が政府予算で賄われ運用開始後は JAXA がロケット購入費用として製造費分を三菱重工に支払ってきた。一方、 HIIB ロケットでは、開発費を JAXA と三菱重工がそれぞれ負担し、運用開始後は開発費の三菱重工負担分を HIIB の販売価格に上乗せして、回収する手法が取られた。2003年8月時点では、JAXA が機体開発に108億円、設備開発に42億円を負担し、三菱重工が負担する50億円の計200億円を、 予定していた。その後、2006年5月時点では JAXA が機体開発に136億円、設備開発に51億円を負担し、三菱重工が負担する76億円の計263億円になり、最終的にプロジェクト完了後の2010年9月21日時点では、実機型タンクステージ燃焼試験の回数増加や、 油圧アクチュエータの設計変更などによる8億円の増加分も含め、JAXA が機体開発に144億円、設備開発に51億円を負担し、三菱重工が負担する76億円の計271億円になり、試験機1機147億円と合わせて合計418億円のプロジェクトとされている。試験機を除いた開発費は、 HIIB ロケットの271億円に h e、ER、やロケットの1532億円や H2 の2700億円を加えても4503億円と諸外国のロケット開発費と比較しても低く抑えられている HIIB ロケットの開発費の低さについて h e、ER、やロケットプロジェクトマネージャーであった遠藤守が インクレディブルというよりクレイジーなものだったと語っている。JAXA と三菱重工の合同チームによって開発計画とシステム仕様が策定されている。主要な開発担当企業は以下の通り、HIIB ロケットの部品総点数は約100万点である。HEA と同じく材質は機体外壁と推進材タンクとフェアリングがアルミニウム合金。 SRBA が c f r p であり、強度を確保したまま機体を軽量化するために、アルミ合金製の推進剤タンクの内面が格子状にえぐられたアイソグリッド構造をしている。推進剤の温度はマイナス250度度となっており、この温度を維持するために燃料タンクの周りに断熱剤が塗装されている。断熱剤はスプレーにより約メートルの厚さに塗装されており、 断熱材は、元は白色であるが、紫外線を浴びると橙色に変色する。燃料、火薬類、第1弾機体 LE-7AA 機体燃料、ロケットエンジン第2弾、機体固体ロケットブースター衛星フェアリングアビオニクス車、点設備すべて、種子島宇宙センター大崎岩吉信第2車店から、打ち上げ。HIIB は、HTV だけでなく、 静止衛星の打ち上げも想定していた。静止トランスファ軌道への投入能力は8トンで、商業打ち上げで大きなシェアを持つ、アリアン5に近い能力である。アリアン 5S 型の静止トランスファ軌道へのペイロードは、10トンで、2機の静止衛星を相乗りで搭載して、打ち上げることが多く、HIIB も4、4DLC 型フェアリングを使用して、静止衛星を2機搭載することが想定されていた。 HEA202 型を2機打ち上げる際の費用は合計で170億円だが GTO 投入能力は合計8.2トンで HIIB1 機とほぼ等しい。一方、HIIB1 機の予定打ち上げ費用は110億円とされており HIIB1 機で2機の静止衛星を相乗りで打ち上げれば費用が3割から4割減となる。HIIB3 号機以降は 極低温点検が省略されたことで費用が7億円削減されて4号機からは打ち上げが三菱重工業に関され商業打ち上げロケットの選択肢に加わることから価格競争力の強化が期待されていた一方アリアン5が衛星2機の相乗り打ち上げを円滑に行えるのは多数の受注算を抱えているためであり衛星打ち上げの受注数が少なければ 衛星側の日程調整が困難になると予想されていた。名古屋市科学館展示の HIIB ロケット試験機。手前よりフェアリング弾感アダプター第1弾中央部 HIIB の展示モデルは2011年11月6日から名古屋市科学館に屋外展示されている。この機体は構造試験に使われた試験用の機体で第一弾エンジン部、 1> 第1弾液体水素タンク、第1弾中央部、段間アダプター、フェアリングが試験に使われた実機で、それ以外は展示用に製作したモデルとなっている。2010年4月7日に開催された第39回日本、産業技術大賞において、HTV、HIIB ロケットの開発として、HIIB ロケットと HTV の開発に、携わった JAXA と、 三菱重工業、三菱電機、IHI エアロスペース、有人宇宙システム、宇宙技術開発、NEC、川崎重工業、IHI、日本航空電子工業、三菱プレシジョン、三菱スペースソフトウェアの11社が、次席の文部科学大臣賞を団体で受賞している。HIIB ロケットは2020年5月21日の9号機打ち上げを、 持って退役した。後継の H3 ロケットは2021年度に試験機1号機が打ち上げ予定である。JAXA 文部科学省宇宙開発委員会関連資料、その他。ありがとうございます。